肝臓屋敷内に展示された、鶴しひな。2月から4月にかけて、ひな飾りと桃の花祭りが開催される。ひな壇と鶴しひな肝臓屋敷に吊るされた、甲州百目。毎年11月上旬から12月にかけて作られる、初頭の風物詩肝臓屋敷は、山梨県甲州市縁山上大園にある、江戸時代後期に建築された民家で、 国の重要文化財に指定されている。重要文化財指定名称は、旧工の江住宅。高野家はこの地で長百姓を務めた家柄で、代々、伊兵を名乗り、幕末には、名主として、名字立脇が許されていた。高野家は、江戸幕府に収める肝臓を栽培していたことから、肝臓屋敷と呼ばれている。高野家住宅の母屋は、 霧妻屋根の全面上部に二段の突き上げ屋根を設けた、公衆民家と呼ばれる、この地方特有の建築である。江戸時代後期の建築で、蔵などの付属建物や、宅地も含め、重要文化財に指定されている。高野家は、江戸時代初期頃より薬草である改造の栽培を、はじめ、八代将軍、徳川吉宗知世の教皇五年、徳川幕府の最悪史であった。 庭清白により、同屋敷内の肝臓を見分され、その結果幕府御用として、栽培と管理が命ぜられた。一旦19歩の肝臓園は、年貢所役を免除され、その後同家が栽培する肝臓は、幕府官への小石川500円で栽培するための補給源となり、また薬師として幕府へ上納を行った。これらの経緯により高野家は、古くから、肝臓屋敷と呼ばれてきた。 母屋は、江戸時代後期の建築。霧妻作り、屋根裏部屋を含め3階建てで、桁行き13軒半、張間6軒。現状は、銅板武器とするが、1960年までは、かやきであった。霧妻の大屋根には2段の突き上げ屋根を設ける。建物内部は3層構造になっており、上層階は、肝臓の乾燥に用いられた。上層階を設け、 最高と通風のための突き上げ屋根を設けた形は、かつてこの地方で盛んに行われていた洋蚕に使用された建築形式を受け継いだものである。母屋は南向きに建てられ、東側を土間、西側を床上部とする。土間の右側には二室からなる蔵座敷がある。これは、元は馬屋だった場所を居室に改め、隠居部屋としたものである。 床上部は、下手の表側に、井戸湖、奥側に、今があり、今の東には土間に張り出す形で、台所を設ける。台所と土間の境に立つ、大黒柱は2階の屋根裏まで達する長大なもので、ある。井戸湖、今の上手は、床高を一段高め、他の地型に四室を配する。室明は、南東が、中座時期、南西が、奥座式、北東が、 南度、北西が二館となっている。二館は、藩の役人などの来客があった場合、仏壇を隠して、床の間に変更できるように工夫されている。仏間の奥には、長六畳の茶室を設ける。ここは、元はタンス置き場であった。以下の物件が、旧校の絵住宅として、重要文化財に指定されている。1953年3月31日に、 おもやが国の重要文化財の指定を受けたが、所有者が実際に居住しており長らく一般公開はされなかった。1993年所有者より当時の演算市に寄付され、同市により住宅とその周囲が整備され一般公開された。その後1996年7月9日には敷地内の付属建物5棟並びに宅地が、 国の重要文化財に追加指定された。なお、日本の民家建築が多数重要文化財に指定されるようになるのは1960年代以降のことで、1953年指定の当住宅は指定年度の古いものの一つである。蔵などの付属建物は居室等に改造されていたが、演山市への寄付後、球場に復元されている。高野家住宅は、 母屋とともに、付属建物、庭園、石垣などを含む屋敷構えが良好に保存され、文化遺産としての価値が高い。JR 中央本線沿山駅北口の正面に、あり、交通の便は至って便利である。ありがとうございます。